その頃初めてラクダという動物が日本に来た。それは雌雄の2頭で夫婦であった。彼らは見せ物として工業士の手で日本全国を引き回され、至る所で素晴らしい人気を博した。彼らが大阪に来た時もたちまち全市民の好奇心は煽られ、当座はどこへ行ってもその話で持ちきりの状態だった。人一倍物好きな文士画家たちがラクダに熱中したことは言うまでもない。中には弁当を携えていって、一日中開かずにこの珍奇な動物を眺めているような熱心家もあった。柳川青岩夫妻や雷山陽などもその仲間であったが、その時青岩はあの有名なラクダの詩を作った。ラクダよ、お前たちの長い麗しい結婚生活は苦労だけが多く、そして虚しく過ぎた。僕もまた夫婦して放浪の生活を続けている。そして思うことの一言もならぬうちに、髪だけは白くなろうとしている。今日僕は老いに向かう旅の途中でお前を見て、世の中には同類があるなと思った。ラクダよ、答えてくれ。僕らは互いに世の風を知り、あらゆる土地の水も知ったが、ああ、しかしすべては徒労ではなかったか。ラクダよ、ああ、ラクダよ。この詩はたちまち評判になった。そしてラクダという新語までができた。昨日あの男がラクダで来訪したなどといえば、それは夫婦で一緒に来たという意味であった。この言葉を流行させたのは雷山陽である。当時我が国では自由思想がたくましく成長しつつあった。その自由思想は商人階級の成長とともに必然に勃興したものである。青岩や山陽はその代表的イデオローグであった。彼らは封建社会の身分制または家族制に抗して、人間としての自然な内的要求に従って生活することを欲した。また当時は多くの学識あり才能ある女性も輩出したが、彼女らはもはや封建的家庭婦人たることに甘んぜず、男性と伍してその才能を表そうとした。青岩の妻高蘭も才能ある女流詩人であり、また自由思想を抱く女性の一人であった。青岩は高蘭と結婚してからほとんど20年近い年月、夫婦手を携えて放浪の旅を続けていた。思想も一致し趣味も一致した二人の才能ある詩人のこの極めて自由な結婚生活は全く近代的な内容を持っていた。が彼らはこの放浪の中に年を重ねるに従って、時として暗い気持ちに襲われ、こんなことをしていて一体何の意義があるのかと寂しく互いの顔を見合うこともあった。青岩のラクダの詩にはこの気持ちがよく歌われている。彼らは遥かに遠い中央アジアの砂漠から転々としてこの日本まで渡ってきた雌雄2頭の落馬を見たときに、
思わず身につまされたのである。がやがて西岸はこの暗い気持ちの解決を政治運動に見出した。彼は生きた人間性を無視する封建制度に反発しながら、しかも未だ新しい社会制度に対する確固たる信念を持たなかったために、いたずらに放浪生活を送りながら虚無を感じていたことを知った。当時国内の封建制の極度の腐敗と海外の侵略的な資本主義の急迫は、我が国の思想運動を深紅の中に著しく成長せしめた。そして幕末における自由思想はようやく政治的目標を見出し、人それぞれの社会的階級的立場によって、あるいは尊王攘夷論となり、あるいは砂漠開国論となり、またあるいは公部合体論となっていった。この思想動向は西岸を捉えた。彼は次第に勤皇派の志士と交際し始め、間もなくその重要な位置に立つようになった。そして彼の20年の放浪生活もようやく終わりを告げた。西岸は、はじめ名を坊、あざ名は白面といい、後に改めて名を毛衣、あざ名を孔と、あるいは無将といった。通称は新十郎である。また彼には、西岸という号のほかに、天国、百宝、老陵庵などの号がある。彼の生まれは寛政元年で、美濃の国、安八郡曽根村の農家の長男である。彼は12歳の時に父母を失ったが、家を継ぐことを欲せず、早くも15の時に江戸に勉強に出た。この時はすぐに帰郷したが、それから22歳の時に再び江戸に行った。江戸で彼は山本北山の門に入った。それ以前、彼は教理で家計寺という寺の大髄和尚について漢学を学んでいたが、この和尚が非常に偉かったから、田舎から出てきたばかりでありながら、彼の学業見識は江戸の学生に劣らぬものがあり、間もなく彼は頭角を現すようになった。が彼の本領は学問よりもむしろ思索にあった。彼が江戸に出てくる以前は、江戸では大久保天民が指名を欲しいままにしていた。天民は神田柳原のお玉ヶ池のほとりに住み、その家を考古社と呼んでいた。考古社へは江戸の詩人がことごとく出入りし、盛んに詩の会合が行われた。西岸は江戸に来ると、間もなく考古社に出入りするようになったが、天民はじめ江戸の詩人たちは彼の天才に驚かされた。そして彼はたちまち大久保天民と並び称せられる代表的な詩人となった。当時の彼は放蕩不羈で、至るところで借金して遊んだものであった。ある時、債権者に責められて、柵の施しようがなくなったので、彼は自ら頭を剃って坊主になり、これを取ってくれ、と剃り落とした紙を差し出し、かろうじて一時を逃れたが、剃ってみると、紙なんかない方がさっぱりして気持ちがいいというので、それきり坊主頭になってしまった。
しかし女流詩人コーランと結婚してからは、彼はもはや絶対に優等をしなくなった。そして彼女と手を携えて20年間も各地を放浪していた。二人の愛情の細やかなことは当時天下の評判だった。彼ら二人が放浪生活から落ち着くために江戸に戻ってきたのは天保五年である。夫婦は江戸に着くとすぐ当分そこに落ち着くつもりで天民の考古者を訪ねたが、すでに天民は没し、その家もまた火災にかかり、その見事な庭園も跡形もなくなっていた。そこで西岸はその近傍の土地を買って、池を掘り、竹を植え、樹木を植えたりして立派な庭園を作って、その中に家を建て、玉地銀舎と名付け、そこに居を構えた。西岸は再び江戸の詩人の中心人物となり、その家には常に詩人や画家が無数に出入りした。が、彼が倒幕運動の志士と交際していたことは当時はほとんど誰も気づかなかった。だから彼が弘化2年に突然その家を売り払って江戸を去ろうとした時、人々は非常に驚いてその理由を質問したが、彼は故郷に帰るのだと答え、江戸は近年人口が多くなり300万もあるということだが、それだけの人間が食う米はほとんど皆海上を輸送されてくる。ところが近年ヨーロッパ諸国はしきりに東洋へ侵略してきて、この間も香港が奪われたが、やがて我が国にもやってくるであろう。そして品川湾を襲うであろう。そうすると江戸の海運の便はたちまち耐えて、300万の市民は飢え死にすることになる。吾輩はそれが恐ろしいから、今のうちに郷里に引っ込むのだ。と冗談を言うだけで、それ以上の説明はしなかった。が、これは政治運動上の必要からであったことは言うまでもなく、江戸を去って彼は京都に来て、家を鴨川の上流、川端丸太町に構え、コーランと共に香を焚き、書を読み、詩を吟じて世を忘れているかのごとくであった。が、安政5年9月2日に忽然と彼が言った後、3日にいわゆる安政の大獄が起こって、初めて彼がその時捕らえられた志士たちの指導者であったことが世に明らかにされた。閣老真鍋憲勝が自ら京都に出張し、幕吏を指揮して志士検挙の準備を始めたのは同年の9月であった。まず越前の梅田源次郎が捕らえられ、次に水戸の宇外吉左衛門不死が捕らえられ、検挙は越前の橋本左内、長州の吉田虎次郎ら74人に及んだ。西岸を捕らえに向かった幕吏は、彼がその直前に死んだことを知ると、妻のコーランを捕らえていって獄に投じた。コーランはその翌年まで獄中にあった。許されて後、彼女は川端丸太町の家に戻り、明治12年、76歳で死ぬまで悠々自適して世を送った。